こんにちは。深海からやってまいりました、リシアと申します。少々思うところがありまして、人間界に留学してきました。国立バーベナ学園のことは昔からよく聞いているので、来ることができて光栄です。え、堅苦しい？もっとフランクに話してほしい？そんなこと言われてもな。実を言うとですね、人間界に来たのは将来的に人間界との国交を断絶しようかと思ってまして、その下見というか確認というか、そんな事情があったからなんですよ。そういうつもりでやってきてフランクに話したりしたら変な子だと思われちゃいませんか？え、大丈夫？むしろフランクに話せ。わかった。あんまり堅苦しいのは好きじゃないしね。でも勘違いしないでね、人間界の人たちと友好関係を結ぼうと思って来たわけじゃないから。ただね、ちょっと人間界に心残りがあって。え、心残りは何かって？それはね、君だよ。君に会ってしっかりきっぱり決着をつけないと人間界と決別なんてできないでしょ。覚えてないなんて言わせないんだから。え、覚えてない？じゃあ思い出すまで観察させてもらうからよろしくね。少しでも変な素振りを見せたら国交断絶も辞さないんだからね。